いやルンルンいっぱい送ってもらってたね。あ、見てくれたん？見たよ、めっちゃいい筆箱よな。そう、大容量でめっちゃ使いやすい。これは筆箱紹介が楽しみやな。なかなかいいのが出来上がりました。はい、どうもこんにちは、もともと TV のもとでいいです。ということで、前回こちらの動画でですね、ルンルンの3つのペンケース、660、663、667について紹介したんですけども、今回はそれに続いて筆箱紹介編でございます。あの3つの中から僕が1つ選んで筆箱紹介をすると言ってたんですけども、今回3つの中から選んできたのがこちら、ルンルンの660レイニーペンケースのブラックでございます。ということで、こちらの筆箱のね、中身を今回しっかり考えてきたんですけども、テーマがですね、もし元デイが今中学生になったらといったテーマで考えてきました。前回もね、早くこの筆箱の存在を知りたかったって言ったんですけども、中学生時代にね、僕文房具ハマったんですけども、中学生時代この筆箱の存在を知らなかったわけで、もし当時ね、この筆箱を使っていたら、僕はこんな感じの筆箱の中身で中学に通っていたな、みたいな感じのテーマで考えてきました。動画見てくれてる中高生の皆さん、ぜひ中身参考にしてもらえればなと思います。今の元デイの状態で中学生に通うとなったら、こんな感じの筆箱で行くなといったテーマで考えてきました。筆箱自体の紹介はね、前回の動画でめちゃめちゃ詳しくやってるんですけども、このレイニーペンケースはね、この赤のラインが基本ブラックなんですけども、上と下にね、こう赤のラインが入ってるんですけども、統一感があってデザインがかっこよくて気に入っています。さあ、早速気になる中身なんですけども、今回はね、先に全部ちょっと見せちゃいます。いきます、パカッといきますよ、せーの、はい、という感じで、こちらね、大容量かつ見栄えがめちゃめちゃいいんですよ。前回も紹介したんですけども、1階と2階の2階建てになってるんですけども、2階がね、一本差しが5本入ってまして、これがめちゃめちゃ見栄えを良くしてくれています。でね、収納なんかも非常に多かったりして、本当に大容量で、今回のね、これから中身紹介していくんですけども、本当に長い動画になるんじゃないかなっていうぐらい、久しぶりにこんなにね、いっぱい中身が入っております。それこそね、中学生に戻ったらというテーマなんですけども、今まで入れていないようなね、文房具とかもいろいろ入ってるので、その辺にも注目しておいてください。動画後半ではですね、このダイソーで買える付箋と両面テープを使ったプチッと小技みたいなものを紹介しているのでね、いつもよく付箋使うよという方は、ぜひ動画最後までご覧になってください。それでは早速中身の方、一つずつ見ていきましょう。さあ、久しぶりのまず定規から参りましょう。こちら、緑のアルミ&ウッド定規でございます。定規はこれで決まりみたいなね、動画をこの定規を使って撮ったこともあるぐらい、中高生にね、本当におすすめの定規でございます。両側のアルミ、メモリが違うんですけども、2通りの使い方ができて、それの真ん中にウッドキーがあるという感じですね。デザインもいいし、アルミ定規よりもね、音した時に木が音のね、衝撃を抑えてくれるので、機能性もあってすごくいい定規かなと思います。さあ、続いて消しゴムいきましょう。こちら、トンボから出てますモノダストキャッチでございます。これもね、僕中学高校の時によく使ってたんですけども、最近また使い始めて、もうね、ここにもね、消しくずをキャッチって書いてるんですけども、めちゃめちゃ消しくずをキャッチしてくれます。もう中学生とかでね、ガリガリ勉強する方で、もう消しカス全然まとまらんやんみたいな方は、ぜひこのダストキャッチ買ってみてください。さあ、次写真でございます。こちら、ペンテルのアインシュタイン HB ハード 0.5mm でございます。まあ、中学生の頃からよく使ってる写真なんですけども、本当に書き味がめちゃめちゃいいです。 HB ハードはね、結構薄めなので、筆圧がね、強い方におすすめです。さあ、これまた懐かしい、こちら、ハサミのスティッキールでございます。これね、僕中学生の頃、高校生の頃ね、入れてたんですけども、これ何かというと、ハサミですね。これキャップ式のハサミなんですけども、すごいコンパクトにまとまってまして、これ色鮮やかでね、可愛いデザインで、こう取って、これをね、こうバネのね、力を利用して、力入れてない時はね、こんな感じなんですけども、
これでね、力を入れてチョキチョキ切っていくといった形になります。僕は中高生の頃結構ハサミをよく使っていました。プリントをねノートに貼ったりするときに、外側の枠がね大きかったりするときに、それをちょっとチョキッと切ったりとか、まあ何かとこういうコンパクトなハサミ1本持っておくと、いざという時にね使えて便利かなと思います。続いてこちら無印良品のスティックのりでございます。ハサミに併用してね、のりも中高生の頃よく使っていたんですけども、もうデザインがシンプルということもあって、スティックのりはね僕は無印良品をおすすめします。あとね、スティックのりって結構匂いが強烈やったりするものもあるんですけども、この無印良品のねスティックのりは全然匂いがあんまりなくて、ほぼ無臭みたいな感じなので、まあデザインもシンプルでね、スティックのりは無難に無印良品でいいのかなっていう感じです。さあ続いてもまた中高生なら必須アイテムでございます。こちらゼブラのお名前マッキーでございます。久しぶりの登場ですね。お名前ペンはね、新しい教科書とか絶対名前書かされますから、そういった時にね、まあ、僕は中学の頃からずっとこのお名前マッキー一筋でやってきてるんですけども、まあ、これだけは言えます。お名前マッキーはおすすめです。お名前マッキーはおすすめです。さあこんな感じで、ちょっと最近のね筆箱紹介では見慣れないような中身が増えてきてるんですけども、続いてボールペン参りましょう。今回多機能ボールペンを入れてなくて、単色ボールペンを5本入れています。こちら三菱鉛筆のユニボール1でございます。カラーは5色、ブラック、オレンジ、レッド、ネイビーブルー、フランボワーズの5色でございます。すべて 0.5 ミリで、この前ねユニボール1から限定色が出たという動画を出したんですけども、こちらは定番色の3色なんですけども、限定色の中からね気に入った2本を選抜して入れています。こちらユニボール1で書いてみたんですけども、めちゃめちゃ発色がいいですよね。今回から新しく加わった2本がネイビーブルーフランボワーズの限定色でございます。このフランボワーズがめちゃめちゃ気に入りまして、まあ馴染みのある色で言うと紫なんですけど、今までにあんまなかったようなね濃い紫で、非常に使いやすくていいかなと思います。さあ続いて万年筆を1本入れています。こちらラミーサファリの万年筆でございます。まあ、僕万年筆最近もこれしか使ってないんですけども、僕はねいつも寝る前にやることリストというのをね書いてから寝る習慣がついてるんですけども、その時にねほぼ万年筆を使ったりしています。あとはまあ書くこと楽しむ時、まあ最近はね寸劇のオープニングを撮ったりするんですけども、それの台本をねちょっと万年筆で書いたりとか、ちょっとメモしたり、手帳にね何か書いたりするときに万年筆を使ったりしています。万年筆初めての1本というときにね、このラミーサファリめちゃめちゃおすすめやなと思います。さあ今から1本差しのとこに入っているシャーペン5本紹介していきます。なかなかねシャーペン5本入れるときとかねなかったんですけども、今回大容量の筆箱ということで5本も入れています。1本目からいきましょう。こちらペンテルの PG5 0.5 ミリでございます。めちゃめちゃ細軸のこちら製図用シャーペンなんですけども、 PG5 もねこう結構なんか波があったりするんですけども、最近はねうわ PG5 めっちゃええなみたいなモードに入っております。さあ続いて2本目、こちらプラチナ万年筆からプロユース171のマットブラックでございます。これね購入してからほぼ筆箱に入れてるんですけども、デザイン、機能面、書きやすさ、総じてめちゃめちゃ完璧というか、まあ、僕の理想のシャーペンなんですよね。まあ、僕の中で最近一番着てるシャーペンでございます。続いて3本目、これも最近ずっと入れてるものなんですけども、こちら壁子スペシャルの限定カラーブルーエディションでございます。もう最近僕の中でシャーペンの2強と言ったらもうこの2本、どっちともね今年最近に買ったものなんですけども、本当に気に入ってまして、最近は気に入ってねもうこの2本ばっかり使っちゃってる状態ですね。さあラスト2本基軸シャーペンを入れております。シャーペン4本目がこちらパイロットのレグノでございます。この前文系におすすめシャーペンというのでこちらレグノおすすめしたんですけども、まあ、基軸シャーペンといえばねこの S20 が割と有名なんですけども、レグノもめちゃめちゃいいよというのをねこの動画でお伝えしておきます。
こちらディープレッドという色なんですけども、ね、非常に深みがあって味わいのある木で S20 と違ってね、一般筆記用なのでペン先がこんな感じなんですけども、書き味はめちゃめちゃいいです。文系の方でね、綺麗な字を書きたいといった方はこちらレグのめちゃめちゃおすすめです。さあシャーペンラストいきましょう。5本目がこちら野原工芸のベニシタンでございます。これもですね、基軸シャーペンで非常に書き味がいいんですけども、野原工芸のシャーペンはめちゃめちゃね、結構重めなんですよ。だからね、ずっと書いてるとちょっとね手が疲れてきたりとかはあるんですけども、野原工芸はね本当にいろいろな木の種類があって経年変化もねそれぞれ楽しめるので、購入してからね長きにわたって楽しめるロマンある一本かなと思います。さあということで、こんな感じでめちゃめちゃ大容量な中身となっているんですけども、これら全部を筆箱の中身に戻してみると、はい、こんな感じとなりました。めちゃめちゃ大容量のね筆箱が完成したかなと思います。もし今元デイが中学生に戻ったら、中学生になったらこんな感じの筆箱になるかなと思います。中高生でねよく使うものといったら、こちら付箋なんかもね勉強する際によく使うかなと思うんですけども、付箋をね見栄えもよくかさばらずに収納できる方法を皆さんにお教えします。まず用意するものなんですけども、こちら付箋と両面テープですね。こちらどっちともダイソーで買ったんですけども、どちらもね100円で揃えることができます。早速開封していきましょう。さあこちらがね普段みんなも使う付箋なんですけども、普通の筆箱やったら付箋入れるときにねこんな感じで入れときますよね。でもこれやったら他のもの取り出すときにね付箋が邪魔になったりとか、なんかこうかさばったりみたいなイメージがあるんですけども、これをですねどうするかというと、察しのいい方は気づいてるかなと思うんですけども、両面テープをここに貼っつけてパチッとここのね一本差しのとこの裏側につけちゃうんですね。ここにつけることによってかさばらずに、しかも見栄えよく収納することができます。早速ちょっとやってみましょう。さあここでもスティッキー量をちょっと使っていきましょう。両面テープをまず切っていきます。安定してつけるには上と下にね1個ずつ両面テープを貼っていこうかなと思います。さあこんな感じで今両面テープを貼りました。これをここのね一本差しのここの後ろ、このスペースありますよね、ここにねちょうどポストイットとかね付箋がパチッと貼れるようなスペースがあるんで、ここにパチッと両面テープでくっつけておくと、こんな感じで見栄えも良くて付箋もめちゃめちゃ取りやすいようなかさばらない付箋の収納の仕方ができます。ぜひルンルンの筆箱使う方でね付箋も使うよという方はこのやり方試してみてください。はい、ということで今回はですね、中学生に僕が今なったらといった、筆箱を作ってみたんですけども、最近はねなかなか大容量な筆箱なかったんですけども、本当にねこんだけね中身入れても普通にねこんな感じで綺麗に締めれるので、中高生の方でね大容量の筆箱が欲しいといった方はこちらルンルンの660、2階建てのねペンケースめちゃめちゃおすすめでございます。こんな感じの文房具動画また見たいよという方は高評価チャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。それではねまた次回のもともと TV でお会いしましょう。